じゃあ、こんにちは。さゆたかさん。なに？なにって、ね、大丈夫ですか？疲れてないですか？大丈夫。さあ、年次です、今日は。ね、はい。そうです。前回は82年だったので、次偶数、年の80、今日は4年です。さあ、84年、セリーグの優勝はどこでしょう？はい、まあ、広島だよね。そうです。広島です。相当あるメンバーだしね。まあ、まあ、いい人もいたし。そうですね。で、はい、ちなみに太陽は何位だったか覚えてますか？ダントツの最下位だよね、多分。はい、30.5 ゲーム差。すごいね。すごいですね。ああ。またこの時は優勝が広島で、まあ、2位が中日、3位が巨人、4位阪神、5位ヤクルト、そして6位が、横浜太陽ホエールズとなっています。はい。で、一方のパリーグなんですが、優勝は阪急。はい、そうです、2位のロッテに 8.5 ゲーム差をつけての優勝でした。で、3位が西武、4位が、近鉄、5位が南海ホークス、6位が日本ハムという順になっています。で、日本シリーズを戦ったのは広島と阪急で、日本一になったのは広島、4年ぶり3回目の優勝と。うん、赤ヘル軍団ね、すごいね。やっぱいい選手がいるよ。そうですね、優勝するということは。で、この年どういった選手が活躍したのか、タイトルを見ていくんですが、まず、最優秀選手はセリーグが広島の衣笠で、パリーグは阪急のブーマーです。はいはい、で、ブーマーはすごいですね。これ首位打者、それからホームラン王、それから打点王も取ってます。で、最優秀新人はセリーグは広島の小早川、パリーグは阪急の藤田。はい、で、首位打者はセリーグ巨人の篠塚。でもこれはね、さっきブーマーって言いましたけれども、パリーグは。で、ホームラン王が2人。いや、だから、はい、まあ、ここら辺が物議を醸し出したところなんだよね。うん、まあ、後で話すけど。わかりました。阪神の掛布、そして中日の宇野となってます。で、打点はセリーグは広島の衣笠さんで、はい、次です、盗塁王です。豊さん、はい、誰が取ったでしょう？そうです、セリーグは豊さんが取りました、56個、はい、で、パリーグは、近鉄の大石大二郎、46個ということで、盗塁王に輝きました。同級生でね、同級生で取れたという。そっかそっかそっか。これは豊さんにとってのこの初タイトルになるんですか？あ、もちろんもちろん。あ、やっぱ嬉しかったですか？やっぱ嬉しいよね。だって、ね、うん、そうそうたる敵がいたからさ。セリーグ他に、巨人だったら松本さんだとかさ、はい、広島だったら吉彦さんだとかさ、高橋吉彦、うん、で、もちろん屋敷とかもいるわけじゃない。はい、チームメイトに、うん、それはやっぱ嬉しかったよね。さあ、ピッチャーなんですけれども、最優秀防御率はセリーグは広島の小林 2.20、はい、で、パリーグは阪急の今井 2.93、はい、で、最多勝利はセリーグは太陽の遠藤さんですね、17勝、はい、パリーグは阪急の今井21勝、はい、で、最多奪三振も遠藤さん取ってますね、太陽ので。パリーグの方は阪急の、佐藤さんが取ってます、うん、136個最多奪三振で、最高勝率は セリーグは巨人の江川で、ロッテは、パリーグはロッテ石川、はいはい、という感じになってます。で、ベストナインなんですけれども、はい、セリーグピッチャー広島山根、キャッチャー、広島、達川。ファースト、中日、矢沢。セカンド、巨人、篠塚。サード、広島、衣笠。で、ショートは中日の宇野。で、外野手は広島の、山崎、山本浩二。そしてヤクルトの若松と。まあ、広島勢が多いよね。やっぱこうやって見るとね。確かに優勝するだけのメンバーはこうなりますね。そうだね。そりゃそうだ。うん、はい。で、パリーグの方はと言いますと、ピッチャーは阪急の今井。キャッチャー同じく阪急藤田で、ファーストもちろん阪急ブーマーで、セカンドは近鉄大石で、サードはロッテ落合で、ショート阪急弓岡で、外野手はロッテ高沢、日本ハムのクルーズ、そして阪急の美濃だ。やっぱ阪急多いですね。多いよな。うん、こうなりますね。はい、というわけで、今度はじゃあ、この年のセリーグの各、球団のベストオーダー見ていきます。はい、まずは太陽からです。
いや、いいよ。いいですか、はい、1番は高木豊、はい、で山下、長崎、レオン、田代で高木、若菜で8番に屋敷、うん、だからまあ俺と屋敷っていうのは一つしか違わないんだけど、はい、みんなやっぱこう年齢層が高いよね。あ、34、32、32、35。だからやっぱチームバランスしたら良くないよね。そうですね。その中間層もいないですし、ブレンドされてない。遠藤さんと明夫さんが俺の4つとか5つ上だから、うん、はい、だからピッチャー陣はなんかこう中堅クラス、うん、はい、野手はなんかベテラン勢が多くて、うん、で若手が俺と屋敷ぐらいしかいなかったから、あ、なんかねちょっとバランス悪いよね。そうですね、その中間層がいないっていうのもそうです。そうです、だから先発はやっぱり遠藤さんだし、あと平松さんも先発にはいるんですけれども、この年1勝10敗でやっぱ37歳、それ勝てなかったもん平松さん。もう その時にはということですよね。で抑えには斉藤明夫さんということで、ベストオーダーの特徴、1番の高木豊が56盗塁で1番打者の役割を果たした。見事ですよ豊さん。で、はい、この年もエース遠藤に頼る投手陣だったということで、もう本当にね、うん、オールスター出るのでも大体2人だったんだよこの当時、太陽から選ばれるのが少なかったんですね。だから俺か遠藤さん、はい、俺か明夫さん、明夫さん他に出てこなかったってことなんですね。やっぱり出てこなかったなこの時はな、うん、寂しいな。続いてじゃあヤクルト行きましょう、はい、ヤクルト、1番水谷、隅、若松、丸川の、杉浦、八重樫、渡辺、小川首かしげちゃった。ベテランの人たちが、はい、こう徐々にやめてってるよねこれを見ると。そうですね。で先発中継ぎ抑えに小花さん、はいはい、もうフル回転ということでどこでも投げてたってことですね。いないんだよ。だから太陽は遠藤さん、はい、ヤクルトは小花さんだったんだ。容赦ないですね。もう容赦ない、もうフル回転だよ。でベストオーダーの特徴、前の年よく打った丸川の4番に据えるものの成績を落とし物足りなかった。打線全体でも20本塁打超えの選手はいなかった。相変わらず小花がフル回転し2桁勝利の14勝、課題は抑えの固定ということで、抑えがいなかった、うん、いや抑えがずっとヤクルトはいないイメージだもんね、高津が出てくるまで。あ、だ抑えいないとなかなかやっぱり勝てないというか上に行けない。厳しいよ、そうです。抑えがいても勝てないんだから太陽なんで。で続いて、4位の阪神いきますね、1番真由美、広田、佐野、掛布、バース、岡田、平田、山川、うん、だからまあバースが入ってきてるでしょ。はい、だから順調にこう優勝に向けて揃ってきてるよねメンバーが。道筋がロードトゥー優勝みたいになってきてますね。そう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 、はい、で、ピッチャーは先発と中継ぎで池田で、先発山内で、抑えが山本ということで、あとに先発中継ぎに中西さんが1年目で入ってきてます。まあそうだね。でベストオーダーの特徴としてはファーストコンバートに外国人バースで、出場を求めてライトにコンバートした岡田をオーダーに入れて破壊力が増した打線となった。ただまあ投手のローテーションが確立されず、2桁勝利者は抑えの山本のみだった。2桁が、まあピッチャーがもともと弱かったよ阪神は。うん、ただその福間さんとかさ中で投げてた、はい、うん、ピッチャーたちがもう支えたよね先発ピッチャーをね。じゃあ3位いきます。はい、3位は巨人です。オーダーは1番松本、篠塚、クロマティ、中畑、スミス、原、河野、山倉、まあ、相変わらずみんな知ってるメンバーだな。もしっかりしてるよ、はい、でもそれで優勝できないかなと思ったらよっぽどだよね。そうなんです。だってピッチャーも先発に西本、江川、加藤、牧原、貞岡、香取いますし、あとあれこれ2年目で斉藤正樹さんがいるんですけど中継ぎだったんですね、まだこの時は。いやいや、まだ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 なんですか。まだまだだ。あ、そうだったんで中継ぎ、あと1年目の水野さん。あ、水野は力あったね、ボールに入ってきた時。あ、そうなんですね。で抑えに鷲見さんということで、ベストオーダーの特徴、4番には原に代わって絶好調男の中畑が座った。
でクロマティ、中畑、スミス、原と重量打線となり他球団を震え上がらせた。で先発4人衆が踏ん張り、香取、スミのダブルストッパーが勝利の方程式となった。すごいメンバーばっかりですよ。それでも3位だった。勝てなかったというんですよ。ねえ。だからその上、中日と広島がやっぱ強かったってことなんでしょう。そうだね。じゃあ中日ベストオーダーいきます。1番田尾、2番平野、3番矢沢、4番大島、5番目下、6番宇野、7番中尾、そして8番上川。まあちょっと年齢層が高めだけどね。クリーンアップなんか特に。高いです。37、34、34ですもんね。うん、まあだけどやっぱりしっかりした技術の持ち主がそこに座ったということだし、うん、やっぱ宇野がそこら辺ホームランを取って、はい、あの打点を稼いだんだろうなって思うような打線だよね。うん、そうですね。あとピッチャーはまあ先発に鈴木、それから角、宮古、小松、うん、で抑えに牛島。多いな。うん？あの力のあるピッチャーが多い。あのベストオーダーの特徴に1番タオが、まあ、20本塁打で3番から6番までが30本塁打以上の打者が揃う打線は脅威だったと。でしかしこの年はまだ恐竜打線とは呼ばれなかった。で投手陣においても前の年までの倒壊、状態ではなく先発4人が安定して2桁勝利を挙げ抑えの牛島も安定していた。うん、しっかりその通りだと思う。はい。で優勝メンバー広島行きましょう、はい、ベストオーダー1番高橋、2番山崎、3番小早川、4番、山本、そして衣笠、長島、アイルランド、達川。やっぱりね打線見るとね衣笠、うん、さんがねすごい打った印象があるのよ。で衣笠さんってそれまで3割打ったことが ないような打者だったんだけど、はい、この年に3割打ってんだよね。打ってます。3人9です。そうでしょ。はい、もうかなりこう浩二さんばっかりがあの目立ってたのが、はい、衣笠さんもそれはもちろん実力者だよ、すごい、はい、うんうん、だけど浩二さんの影にちょっと隠れてた部分があったんだけど、はい、この年はやっぱ衣笠さんすごかったよね。打点も102なのでもうダントツですね、この中でも。でやっぱピッチャーもあの2桁勝利の先発ピッチャーやっぱ先発山根さんが山根16勝で北別府さん13勝で、大野さんが先発で10勝であとはあの川口さん8勝でまだ津田恒美さんは先発と中継ぎをやってました。でベストオーダーの特徴は新人小早川が3番に座り1、2番の俊足コンビと4番、5番の長打力ベテランコンビのつなぎ役として活躍した。で前の年まで抑えだった大野が先発に回り先発ローテ3本柱の一角を担った。もう豊さんのそのままですね。いや、まあ、ただあの小早川が出てきてさ、はい、まあ、嫌なバッター入ってきたなとか思うのは、うん、とにかく振ってくるんだよ。とにかく振るっていうことを、はい、心がけたバッターだよね最初の頃は。あ、そうなんですね。そうそう、うん、吉彦さんとか何でもかんでも初球から打つから走れねえじゃないかとかは言ってたけど。ああ、そういうことか。言ってたけど、はい、でもそのやっぱ積極的なのが嫌だったね。なんかあ、その姿勢がもう初球からどんどん行くっていうのが嫌だった。で、この年一体どんな出来事が野球界にあったのか、はい、まず4月の22日です。広島が、ヤクルトに8対3と勝利し、球団新記録となる11連勝。いやだからスタートダッシュだよね。あ、もうそこから良かったんですね。だからもう優勝に結びついたっていうことだよね、その11連勝が。そうですね。あ、おだから広島ってさ今もそういうことあるじゃない。何連勝ってその代わりに何十連敗って全然勝てないっていう、うん、こういう山があるよね。あ、こう波というか。ああ。そういう波を持った広島って特徴的なチームなのかなって思う。ああ、そっか。さあ、そして行きましょう。6月29日。中日は、太陽との試合で、1回表から9回表まで毎回得点を記録。プロ野球史上これ4度目となる。試合はいいですか ?22 対9で。中日の勝利。22点。9点取ったら普通勝てるけどね。
まずそうですね。で、22点取られるというのもなかなか。これそれね、はい、ものすごいその中日3連戦っていうのは、うん、なんかね、延べ俺の前を通っていったランナー46人ぐらいいるんだ。どんどん通り過ぎていくんですね。いやもうね、その試合は、あ、8回かなんかに、はい、あ、これゼロで終わるなと思った瞬間があって、ツーアウトランナーなしで、はい、あ、やっとゼロが入るとか、うんうん、で不名誉な記録じゃない。まあ、毎回得点なんてね。そうですね。だからそういうのは嫌だなと思ってて、そしたら、はい、8回ツーアウトからホームランかなんかで1点取られてんだよね、多分。もうとにかくね、試合時間なんかもう守ってんのが3時間、攻撃が1時間ぐらいだから。長い。これ豊さん、これ何回ぐらいからこれもうちょっとこの試合長くなりそうだなって思ってたんですか、守ってて。いや、もう最初から点取られたからさ、はい、まあ、長くはなるだろうなと思ったけど、はい、まあ、全イニング点取られるとは思ってなかった。そうですよね。で、蓋開けて最後見たら22点。そうだね。いや、この試合はもうコールドでいいんじゃないって思ったけど思いましたプロでなかなかないけど打っても打っても倍返しされるからさ、嫌ですね。心折れますね。で、次、7月になります。7月24日、オールスターゲームでジャイアンツの江川卓が連続8奪三振で、9人目の打者、はい、近鉄の大石大二郎にセカンドゴロを打たれ、江夏豊以来の快挙を逃す。あ、ね、本当はね、当初ね、俺もオールスターで出てたんだけど、江川さんが本当は2イニングの予定だったの、うん、はい。でも6連続取ってるから、うん、みんなにもう1回行け、もう1回行けって言って、うんうんうん、9連続があるから、はい、オールスターに出たピッチャーは最大3イニングしか投げれないんで。あ、そうなんですね。あ、そういう規定があって、はい、だから江夏さんのその9連続っていうのは不滅の記録なんだけど、うん、それチャンスがあるんだったら行けよとか言って、じゃあ分かりました、行きますとか言って、うん、8連続まで行ってて、うん、最後にカーブ投げたんだよ。あ、ストレートじゃなくて。で、追い込んでからね、はい、カーブ投げたら大石がポーンと当てたんだよ。当てに行った。当てに行った。でも江川さんはそのカーブをボールにしといて、はい、まっすぐ投げたかったんだ。うわ、もったいないことしたよね。ああ、そうだ、このオールスター、この年のオールスターゲームだったんですね。そうそうそう、うんうんうん、で、8月です。8月7日阪急の福本が、プロ通算1000盗塁を達成します。1000だよ、1000だよ、すごい。300盗塁から表彰なんだよ、はい、連盟表彰、うん、何倍いってる。3倍以上ですね。だよ、すごいよな。だから世界の盗塁王と言われるだけあるんですね、やっぱり。うん。さあ、続いて9月です。9月5日、後楽園スタジアムは日本初の屋根付きドーム球場の建設を正式に発表。88年に開業、総工費約350億円を予定と。ああ、今の東京ドーム作りますよっていうのを発表した。で、当時は もちろんドームがないわけじゃない。はい、だから、88年に完成すると、うん、はい、88年って言ったら俺はまだ、あ、現役でできるんだ、使えるんだっていうのがなんかものすごくこう夢というか、はい、楽しみだったのを覚えてる。今じゃ平気じゃない、ドームなんて。はい、でも当時初めてのことだからさ、うんうん、どういうのになるんだろう。で、同じ9月です。23日、はい、阪急対近鉄の第26回戦で阪急が8対4と近鉄を下し、1978年以来6年ぶり、通算10度目のリーグ優勝を決めます。まあ、阪急も強かったからね、ずっと。阪急はさ、やっぱキャンプ、はい、俺、解説者になって初めて行った時に、はい、12球団、初めての解説者になった時には回ったんだけど、う
やっぱ阪急が一番すごかったね、キャンプは。あ、キャンプが。ああ、活気があった。へえ。だから昔からなんだろう。なんだって、伝統がね。はい。だからやっぱ、あ、これじゃやっぱ優勝するなと思ったもん。あ、もうキャンプの時から見てそう思ってたんですね。違うなと思った。うん。だって現役の時って知らないわけじゃない、キャンプなんて。はい。他の球団の。うん。でも阪急はすごいすごいって言われてて、うん、初めて見に行った時に、あ、これはやっぱ強くなるわと思った。あ、そうなんですね。だからやっぱり優勝するだけあるんだなっていうことを実感してたんですね、見ていて豊さんは、はい、で9月30日です。太陽の平松正治が今シーズンシーズン限りで引退することを表明。まあそうだね。うん、まあ、お世話になったからね。そうですね。で、あの、この番組にも来てくださいましたしね、平松さん、はい、そして10月です。10月4日、太陽対広島戦、これ横浜スタジアムで行われたんですが、広島が3対2で太陽を下し、4年ぶりのセリーグ優勝を決める。なんかいつも優勝に絡んでんだよね。前回の82年の時も中日の、そうですね、優勝に絡むし。見飽きてるもんね。あ、優勝。優勝は。胴上げとか。胴上げとか。ああ。そうとか思いながらね。そうですよね。その悔しさで次の年は次の年はって思いながら、切ないですね。そういう年回りだったんですかね、その期間が。うん。で、その翌日ですね、10月5日、甲子園球場で阪神対中日戦が行われ、掛布、宇野が5打席連続敬遠。で、掛布と宇野はホームラン王争いをしており、中日阪神の両ベンチが敬遠策で勝負を避けていた。で、実は、両者は10月3日の名古屋球場での中日対阪神戦でも5打席連続敬遠を記録しており、掛布と宇野は10打席連続フォアボールというプロ野球新記録になったと。ねえ。これは。今じゃ考えられないよ。そうですね、ブーイング。なんでかというと、クライマックスシリーズがあるから。消化試合がないからっていうことですね。だから、うんうん、今じゃ考えられないけど、昔はさ、はい、そこまで行って順位が決まったらさ、うん、やっぱなんとかタイトルを取らせてあげようっていう、まあそういう親心があったんだよね。でも、うん、後で振り返ると、うん、やっぱ見にくいね。その当時はそれが当たり前だったかもわからないけど、うん、やっぱ記録としてはちょっとね、寂しいな。そうですね、やっぱりそのファンがね、特にそれだったらお互いに先発メンバーから外すっていう方が、うんうん、よっぽどいいですよね。そうですね、それで違う選手を入れるって、うんうん、だから監督と話し合ってさ、双方が、はい、うん、まあ、うちも出さないからも出さないとこと、うん、5打席連続敬遠はあまりにも不格好すぎない。いや見てる方がもうげんなりしてきますね。そうだよね、はい、うん、もうなんかファンの楽しみをさ、うん、取り上げてるみたいなもんじゃない。なんかそういうふうにね、お金ね、払って見に来てる ね、ファンの人たちに対してっていうところありますもんね。あるね。さあ、そして10月15日です。太陽は新監督に近藤貞夫が就任したと発表します。近藤さん。まあ、ここからスーパーカートリオが誕生していく、まあ第一歩だよね。そっかそっか。まあ、82年の時に中日を率いて、はい、優勝してるじゃない、うん、だ優勝監督が来る。どんな思いでした？いや、楽しみだったよ。あ、太陽強くなるっていう風な。やっぱ強くなりたかったもん、うんうん、あ、そうですよね、うんうん、そして10月22日です、日本シリーズの第7戦が広島球場で行われ、広島が阪急を7対2で下し、対戦成績を4勝3敗として4年ぶり3度目の日本一に輝きます。何日？10月の22です。豊さんの誕生日の日です。お、よく知ってんな。知ってますよ。ありがとうございます。あ、いえいえ。あ、この時に広島優勝、豊さんも誕生日を迎える。どんな日でした？まあ、複雑な心境だった。まあ嬉しいけどね。セリーグは、まあ、その当時セリーグに所属してたから、はい、やっぱセリーグが勝ったっていうことは喜ばしいことだったけどね。そうですね、うん、で、翌日になります、
10月23日、阪神は吉田芳雄の監督就任を発表。西本監督っていうのが、はい、近鉄阪急だったかな、やられた方に打診をしてたらしいんだけど、うん、はい、まあ、西本さんが、西本幸雄さんかな、うん、が断って、まあ、吉田さんにはなったんだけど、はい、でもその吉田さんが、まあ、阪神を優勝に導く、うん、ね、ことになるよね。監督とかもうその当時って目まぐるしく変わってるよね。どのぐらいおきに変わってたんですか？でも早いチームで2年に1回。早くないですか？だからまあ勝ち続けるしかなかったっていうような、あ、そんな感じ、印象はあったね。今はある程度長期政権を任すっていうシステムにはなってるけどね。でもこの頃変えて、うんうん、あんまりこういい結果生まれないよね、やっぱりね。まあ、そうですよね、うん。というわけでね、今日は1984年をざっと見てきましたけれども、はい、豊さん、この年どうですか、振り返ってみて。蛇行到底かなっていうような感じがしたね。あー、ピッ、まあ、結構やっぱバッターの方が、打ちまくったという、そういう年次かなってい いう感じがする。あ、じゃあもうバッターがもうバン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 打ってたっていうイメージってことですか？試合時間が長かったっていう印象。ああ、それがこう84年、豊さんのこう印象的に残ってる、まあ、試合の、まあ、うん、イメージ。タイトルに対してどういう処置をしていこうかっていう、うん、まあ、ちょっときっかけができたようなシーズンだったね。なるほど、はい、わかりました。はい、はい、84年を今日は振り返りました。